できる世界広しといえども、私ほどデジタル機器に嫌われている人は他にいない。パソコンを触ればバグに遭い、スマートフォンを触ればフリーズする。ウイルス感染なんてしょっちゅうだ。でもきっといつか仲良くできるはずだと信じている。だからお願い、今日こそは。この作品はご覧のサポーターの提供でお送りします。安心と安全こそがお客様の信頼を得る鍵や。何度も言うとるように、コンピューターウイルス感染ゼロ、情報セキュリティ事案ゼロ、これが当然や。その当然ができとらん。感染したもんはハッカーと同罪や。もちろん懲戒処分は避けられへん。いるらしいよ、国際部で降格処分になった人が。目は特に気をつけなよ。残念ながらその心配は党を得ている。次は自分だ。そう思った。自覚、そうだ、自覚を持たないと。いいな。もうウイルスに感染しないぞ。行った鼻から。システム課に連絡しないと。クビになるぞ、君も私も。あの、矢川さんすみません、今回の件ないないにしていただけませんか。ああ、いいですよ、次から気をつけてくださいね。ウイルス駆除しておきました。ありがとうございました。首の皮がつながった。カツラギ取締役本気だからね。もうちょっとは自覚を持って他人に迷惑をかけないようにしなさい。はい。うん、こんな日に限ってついてない。ごめん、アガホさん取って。お電話ありがとうございます。狂気鉄道広報課、アガホと申します。朝霧義満と申します。実はね、数分前からうちのウェブサイトにね、オタクの IP アドレスからドス攻撃らしき不審な通信が。え、 IP? ドス攻撃？
っと世の中暇人が多いですね。ま、少しは気分が変わったかも。神戸テレビさん来られました。はい、行きます。なんかまたたるみ先輩がいない気がするんですが。安心しろ、あれは趣味だ。確か列車の運転だったか、臨時で。ほぼ趣味ね。閉じ目よし、側頭よし、ホームよし、出発相当進行。あかねだ。あんな重いの使いませんよ。はい、システム放送のです。今朝からアラートが止まらないんですよ。本線 431M、 441M、 2103で9時35分に国鉄からの要請を受け、非常発砲、信号防止に多数。次回コーシス第3話。セキュリティに完璧を求めるのは間違っているだろうか。パート2。